Good morning, everyone. 英語がわかると医療がわかるの57回目ポータルベイン、ポータルベインというのはあまり聞きなじみがないかもしれません。しかしですね、先生たちの会話をこう聞いているとですね、確かにポータルベインっていう風な言葉を言っていたことは、あったなというふうに感じます。で、僕はですね、この資料をこう作っている時にポータルベインっていうのをこう調べていてですね、というかですね、これ門脈って意味なんですが、門脈って英語で何て言うんだろうというふうに考えて、こう資料を作っていたらば、ポータルベインっていうのかというふうに思ったんですね。で、このポータルベインっていうのは確かに先生たちで今まで言っていたんですね。僕は手術室に長らくいましたし、家庭室にもちょっと行きましたので、確かにね、先生たちポータルベインって言ってたのと、門脈の話をしていたのかと、僕は門脈のことも知らずにですね、先生たちと一緒のチームにいたのかと、すごく恥ずかしくなりましたが、やはり一個一個で、覚えていくしかないので、昨日知らなくてもいいんです。今日皆さんこれ知りましたよね。そうすると、確実にレベル上がってますので、1日1個覚えれば1年間で365個も覚えられるわけです。そうすると10年間これ続ければですね、10年間僕がこれやってるという保証はだいぶないんですけれども、10年間やってればですね、3650個も覚えられるわけですよ。3650個も略語していたらばだいぶプロ感出ますよね。ですので、ぜひですね、僕も頑張って続けていきたいと思いますので、皆さんもですね、懲りずに見ていただければと思いますが、ポータルベインに話を戻しますけれども、これ門脈ということで、人間の血管というのは大きく分けると動脈と静脈がありますよね。動脈というのは全身に血液を送っている、静脈というのは全身から血液を回収しているんですが、門脈というのはですね、これは静脈の一種類ではありますけれども、肝臓に血液を供給しているわけですね。供給というか、消化管から吸収してきた水や栄養素を肝臓にまず送って、その後静脈血として心臓に戻しているという状況で、この門脈っていうのはですね、なんか変な名前ですよね。なんで門っていう名前がついているのというふうに思うかもしれませんが、でも門ってどういうイメージですかね。例えば門をくぐるとかって言いますよね。結局入り口なわけですよ。その入り口のところを通って、人がこう来たりするわけですね。ですから、門脈っていうのは肝臓にこう流れてくる血管のことをですね、門脈というふうに今呼んでいて、それをポータルベインというふうに言うと。で、例を見ていきましょう。肝臓は動脈と門脈、ポータルベインの二重支配なので虚血には強いんですよねと。あ、昨日の答え出ましたね。昨日は定数を行うと動脈を兵糧攻めにするので、結果的に、肝臓が梗塞を起こしてしまうんじゃないかという疑問がありましたが、肝臓というのは動脈と門脈の二重支配なんですね。確かに門脈の中に流れている血液というのは静脈血ですので、酸素は少ないんですが、ないわけではありません。動脈ほど酸素は多くはありませんが、静脈血にも酸素は少しはありますので、肝臓というのは動脈と門脈の二重支配なので虚血には強いんですね。心筋梗塞っていう病気ありますよね。脳梗塞っていう病気ありますよね。あるいは腎梗塞っていう患者さんもたまにいますよね。足の血管が詰まってしまうということはありますよね。それほど数は多くないかもしれませんが、小腸の栄養血管である上腸間膜動脈、これが、側栓症になると小腸がほとんど腐ってしまうという状況になります。ところが肝梗塞っていう言葉はほとんど聞かないわけですね。肝梗塞っていうのは、基本的に多くないと。でこれどうしてかというと、動脈と門脈の二重支配なので、肝臓というのは梗塞を起こしにくいということになります。というわけで、肝臓は動脈と門脈の二重支配なので虚血には強いんですよね。でも門脈圧が更新している患者さんはバリックスに注意ですねと。また新しい言葉が出てきましたね。さあ皆さんご一緒に、肝臓は動脈と門脈、ポータルベインの二重支配なので虚血には強いんですよね。門脈圧が更新している患者さんはバリックスには注意ですねと。ちなみにですね、ポータルサイトっていう言葉があります。僕は一瞬ですね、ホームページなどもですね、サービスとして提供していましたので、10年くらい前はですね、こういう勉強も少ししていたんですが、ポータルサイトってどういうことかっていうと、これはヤフーとかっていうのが、いわゆる代表的なポータルサイトなんですが、
ネットの入り口となるサイトなんですね。まあ、ですから門ですよね。みんながバラバラのところにこうパソコンを持っていて、バラバラのところでスマートフォンを持っていても、そのサイトにこうやってくるわけですよ。でそのサイトにやってきて、そこの門をくぐってそれぞれのページに飛んでいきますよね。ですから門をくぐって、1階のお店に行くとか、門をくぐって、まあ、3階の お店に行くとか、そういう感じで皆さんもいろんなお店に行くと思います。まあ、ですからこのポータルっていうのは、まあ、そもそも門っていう意味がありますので、まあ、日本語の門、英語のポータル、同じ言葉ですよということで、というわけで